1分でできる便通のリズムが整う微腸活マッサージをお伝えします。便通のリズムが乱れているあなたに朗報です。この動画をご覧いただくと、あなたの便通のリズムが整って、結果トイレを気にせずに笑顔で楽しくお出かけすることができるようになるんです。あなたはこんなことがこうありませんか？例えばこう常に便秘がちで、お腹が張ってて苦しくてですね、そして急なこう腹痛にこう襲われて、もう辛い思いをしてらっしゃったりですとか、でまた逆にその便がこう緩くてですね、もう常にそのトイレに駆け込まないといけないっていう、こういうね、本当辛い状態があると思うんですね。そうするとこう例えばお仕事にこう集中ができなかったりですとか、こう大切なご家族のこうイベントや行事に本当は一緒に付き添っていきたいのに、こうトイレが気になってこう億劫、もう本当にこんなことになったらもう嫌ですよね。そんなお悩みお持ちのあなたに、これからその解決策をお伝えしていきます。微腸活マッサージです。で今からその方法をお伝えしていくんですけれども、このなぜこのマッサージをするとあなたの便通のリズムが整うかと言いますと、そのもちろん腸内環境を良くするために、まあ、お食事であったり運動であったり睡眠ももちろん大事なんです。ただそれだけではなくて、プラスその腸のですね、腸管を外からこう優しく刺激をしてあげることで、その腸がですね、こう蠕動運動がこう活発になってきます。でまた軽く優しくマッサージをしてあげることで血行が良くなりますから、結果その腸の、もともと持っている働きがですね正常になって、あなたの、便通のリズムが整う、腸内細菌のこうバランスが整うということなんです。ではこの、微腸活マッサージをするときの位置取りを説明したいと思います。こちらです。ですね、バウヒン便といいまして、こう大腸から小腸へのですね細菌のこう逆流を防いでくれる場所があるんですね。場所はですね、ちょっとこちらの図に移ります。おへそがありますね。で右の骨盤の、まあ、出っ張った部分、梁の部分を直線で結びます。でその直線で結んだ長さの3等分した一番外側のこのポイントです。外側の点、ここがバウヒン便と言います。今から行うこの微腸活マッサージはこのポイント、ここです。この便の位置を使って行っていきたいと思います。ではやり方をご一緒に、ちょっと一緒に見てくださいね。ちょっと失礼します。立ちます。はい、私のお腹見えますでしょうか。ですね、2つあります。1つ目です。でまず位置取りからしましょうね。私おへそここにあります。ここです。で右の骨盤の出っ張りはここですね。でこれを結んだ直線の3分の1ですね、1、2、3、3等分したここ、ここがバウヒン便です。では1つ目です。手順を説明します。この右手でバウヒン便のこのポイントを押さえたまま、お腹周りをですねゆっくり円を描くように8カウント数えながら軽く押していきます。ちょっとやってみましょうね。じゃあここからスタートですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、8カウントでまた元の場所に戻るように優しく円を描くように回してマッサージしてあげてください。この動きを3回続けます。そして2つ目、こちらのポイントからこれ右手ですね。で左手は、左の胸の下の、みぞおちの、ここですね、肋骨のこの下のあたりからローマ字のこの J の文字を描くように8カウントで軽くマッサージしていきます。ではここからスタートです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、そしてまた、左の胸の下にからスタート、 J の字ですね。
こちらも3セット行ってください。いいですか？では一緒にしてみましょうね。じゃあまず円を描く方からいきますよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。では2つ目ですね。左の胸の下からスタートです。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ラストです。1、2、3、4、5、6、7、8と。はい、以上です。さあ、いかがだったでしょうか？もうとても簡単な、マッサージですから、あなたのペースで、今の動きをですね、1回として1日に3セット行ってみてください。そのことであなたのこう辛いですね、こう便通の、リズムの乱れが整って、もうトイレの場所とかですね、もう回数を気にすることなく笑顔でお出かけしていただきたいと思います。でまた、この動画のお話ですね、繰り返しご覧いただいて、繰り返し日常生活に取り入れていただくことで、あなたご自身とそして周りの大切な方々 のお役に立てますように、ぜひご活用ください。またこの動画のお話が役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。